平野翔が語る死ぬなよの真意とは感動の初コンサート裏話を大公開神宮寺雄太が涙の告白ナンバーアンダーライン愛初ライブで感じたファンの愛と応援の力とはナンバーアンダーライン愛は平野翔、神宮寺雄太、岸優太の3人で構成される音楽グループで2024年6月18日から20日にかけて東京有明アリーナで初の単独コンサートの オープニングを開催しましまたこのコンサートは彼らのファンである i l y z への感謝を込めて行われ3日間にわたり多くの観客を魅了しましたオープニングではそれぞれがファンへの重いとこの公演への意気込みをラップに乗せて表現し楽曲「富士」を披露しましたステージを縦横無尽に動き回り岸さんは高速ラップ平野さんはリズム感たっぷりのフロー 神宮寺さんは低音の効いたリリックと、それぞれの魅力を余すところなく見せつけました。平野さんは、上の階の座席にいる観客に結構ちゃんと見えているからね、と呼びかけ、岸さんは序盤の撮影可能パートが終了したことを受け、僕たちだけを見てくださいね、と訴えました。そして、神宮寺さんは観客を見渡しながら、こんなにたくさんの人が来てくださって、 改めてたくさんの人に応援していただいていると再認識できます、と感謝の気持ちを伝えました。ファンとの一体感が感じられる瞬間でした。また、コンサート中には10月から日本各地を回るナンバーアンダーラインアイライブツアー2024の開催が発表され、さらにデビュー曲ゴートをはじめ、平野さんプロデュースの楽曲本 神宮寺さんプロデュースの INZM などが収録されるファーストアルバムの i が9月にリリースされることも発表されました。これらの発表はファンにとって大きなサプライズとなり、会場は歓声に包まれました。深いブルーのセットが美しいステージで、岸さんの僕たちだけを見てという呼びかけに、ファンはますます心を引きつけられました。神宮寺さんのこんなにたくさんの人が来てくださって、 改めてたくさんの人に応援していただいていると再認識できますという言葉には多くのファンが感動し彼らの思いがさらに深まる瞬間となりました平野さんは最後に死ぬなよと言ってくれたのかその真意を確かめたくてファンは配信を待ち遠しく感じていますコンサートの3日間6公演は無事に完走し初日には大雨警報が出されましたが大きな混乱もなくスタッフや関係者 そして滝沢社長のサポートに感謝の意が表されました参戦できなかったファンも配信を楽しみにしていますこのコンサートの成功はナンバーアンダーラインアイのメンバーにとっても大きなステップとなりました彼らの身体能力の高さやパフォーマンスの質は多くのファンを驚かせさらに彼らへの期待を高めましたナンバーアンダーラインアイの楽曲の良さも評価されファンだけでなく 一般の音楽ファンからも高いい評価を受けています彼らの努力と才能はこれからも多くの人々を魅了し続けることでしょうファンの中にはキンプリもナンバーアンダーラインアイも応援している人が多くそのために一部のファンがいがみ合うことなくみんなで応援していきたいという声も上がっています3人には絶対に夢を叶えてほしいという強い思いがあり応援している人はたくさんいるのです 最高で最強のグループとして、彼らはこれからも成長し続けることでしょう。アマゾンプライムでの配信が待ち遠しいというファンの声も多く、早くその瞬間を見たいという期待が高まっています。このようにして、ナンバーアンダーラインアイの初の単独コンサートは、大成功を収めました。彼らのファンへの感謝の気持ち、そしてこれからの活動に対する意気込みが感じられる素晴らしいイベントとなりました。 このコンサートを通じて、ナンバーアンダーラインアイのメンバーはファンとの絆を再確認し、さらに強固なものにしました。彼らの音楽とパフォーマンスは、ファンにとっての大きなエネルギー源となり、多くの人々に感動と元気を与え続けています。これからのツアーやアルバムリリースに向けて、彼らの活躍がますます楽しみです。コンサート後のインタビューで、平野さんは、 この3日間は僕たちにとっても特別な時間でした。ファンの皆さんと一緒に過ごせて、本当に嬉しかったです、と語り、神宮寺さんも、これからももっと素晴らしいステージをお届けできるように頑張ります、と意気込みを見せました。岸さんは、僕たちの音楽を通じて、もっと多くの人に元気と感動を届けたいです、と語り、これからの活動に対する強い意志を示しました。 これからもナンバーアンダーラインアイの3人は多くのファンと共に新しい音楽の旅を続けていくことでしょう。その旅の途中で彼らがどんな新しいチャレンジをするのかどんな感動を届けてくれるのか期待が高まります。ファンとの絆を大切にしながら彼らはますます輝きを増していくことでしょう。最後に読者の皆さんに問いかけたいと思います。あなたにとって 音楽はどんな存在でしょうか。好きなアーティストやグループがいてその音楽が日常にどんな影響を与えているでしょうか音楽を通じて得られる感動やエネルギーについてぜひ考えてみてくださいそしてナンバーアンダーラインアイのように自分の好きなことを全力で追いかける姿勢を見習ってあなた自身の夢や目標に向かって進んでいってください音楽は私たちに多くの力を与えてくれます その力を信じて前に進んでいきましょうこれからもナンバーアンダーライン愛の活躍に注目し彼らの音楽がどのように進化していくのかを楽しみにしていますそして彼らの成功を一緒に応援していきましょう彼らの音楽があなたの人生に少しでもプラスの影響を与えることを願っていますオープニング曲を歌い終えた3人それぞれが ILY's ファンネーム への思いとこの公演への意気込みをラップに乗せあおると楽曲「富士」を披露ステージを縦横無尽に動き回り岸さんは高速ラップ平野さんはリズム感たっぷりのフロー神宮寺さんは低音の効いたリリックとそれぞれの魅力を披露しました MC では平野さんが城の階の座席にいる観客に向け結構ちゃんと見えているからねと呼びかけ岸さんは序盤の撮影可能パートが終了したことを受け 僕たちだけを見てくださいねと呼びかけましたそして神宮寺さんは観客を見渡しこんなにたくさんの人が来てくださって改めてたくさんの人に応援していただいていると再認識できますと感謝を伝えましたまた10月からは日本各地を回る n o r l i n e i l i v e t o u r 2 0 2 4が開催されることが発表されさらにデビュー曲 g o a をはじめ平野さんプロデュースの楽曲本。 神宮寺さんプロデュースの「INZM」などが収録されるファーストアルバム「n o i を9月にリリースすることも発表されました深いブルーのセットがとても美しい僕たちだけを見て No. アンダーライン愛は元気の源だから岸君の呼びかけが嬉しい神宮寺君のこんなにたくさんの人が来てくださって改めてたくさんの人に応援していただいていると再認識できますと感謝を伝えてくれる 賞賛は最後に死ぬなよと言ってくれたのかと確かめたくて、配信が待ち遠しいです。ILIs、e yes、でよかった。3日間6公演無事完走できた。初日大雨警報となったけど混乱なく、スタッフさん関係者さん滝沢社長ありがとう。参戦はできなかったけど、配信楽しみにしてます。今朝の情報番組で PV を見て身体能力の凄さに驚いた。 曲も良かった ILIs じゃないけど頑張ってほしい。キンプリも No.I も応援します。一部の方がなぜにいがみ合うのか。どちらも推しだからみんなで応援していきたいです。三人には絶対夢叶えてほしい。応援してる人は、たくさんいるからね。最高で最強。Amazon プライムの配信が楽しみすぎます。早く早く見たい。